鈴木達也です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は動画にいただいたコメントに対して、回答をしていく動画回答の、動画にしたいと思います。なんでですねこのような動画を撮ったのかといいますと、最近ですねいただいたコメントに対して返信ができないというような方がいらっしゃいます。これ自分が調べたところGoogle プラスというGoogle が持つ SNS ですかね、 Google プラスに登録されていない方はどうやらこちらから返信ができないような形に現在なっているようで、大体の方が返信はできているんですけれども、できていない方は、ちょっとですね返信がいってないのではないかなというふうに思いますので、今回はですね返信をさせていただいた方も含めて、皆さんでいただいた質問に対してシェアしていってですね、自分の分からなかったことがクリアになっていただければよりいいですし、他の方がこんなことで悩んでいるんだなということもですね感じていただけたらいいんではないかなということで、こんな感じで動画の回答を、させていただきたいと思います。新しいところからですね順にやっていきますので、結構なんていうんですかね、皆さんに役に立ちそうなものに対して少しフォーカスしてですね回答をしていきたいと思います。それではいきます。動画拝見しました。とても分かりやすい説明でありがたいです。今年は20歳という節目で、せっかくだからこの1年を謳歌したいと奮起し、まずは夏に向けて体を変えようと思いました。そして、ご縁あって鈴木さんの動画に出会うことができました。まずは行動あるのみなので本日から頑張りたいと思います、という形で動画をコメントいただきました。ありがとうございます。本当にですね、1年2年ぐらい前から動画はトレーニング動画を配信しているんですけれども、今年ですね本当にすごいアクセスいただいてまして、やっとですね蒔いた種が芽を出してきたなという感じで、たくさんの方に本当にご縁いただきまして、ありがたく思っております。頑張ってください。夏に向けてってことなので、まだ5月末ですよね。全然間に合うと思います。あと2ヶ月、3ヶ月ですね。余裕で間に合いますから頑張ってください。毎日やりましょう、毎日。そして、次いきますね。きつかった。途中10回動画を止めました。結構皆さんこういうコメントたくさんいただきます。今後もこういうコメントですね、すごく僕自身嬉しいので、きつかったですとかね、そういうコメントだけでも、いただけたらなと思います。途中10回も止めながら頑張っていただいたことが僕としてはすごく嬉しいので、ぜひどしどしコメントいただければと思います。ひいひい言っちゃいました。毎日1セットから頑張りますとかね、ゆきさんこんにちは。質問があります。胸上部の内側の筋肉がなかなかつかないのですが、コツとかってありますか？胸の上部の内側の筋肉がなかなかつかないということなんですけれども、これに関しては返信できる方なので返信をさせていただいたんですけど、胸の筋肉自体すごく大筋群といって大きな筋肉ではあるんですけど、例えば胸のですね形にこだわった時に胸の内側であったりとか、外側とか、あとはこのアンダーのラインとか細かく分けていれば、確かにパーツごとにですね綺麗な形を作っていくためには部位分けというんですかね、一つのパーツに対しても内側をやる、外をやる、下をやるとかね、上をやるとか、真ん中に入れていくとかいうふうな形で、行っていくことが可能なんですけれども、これにはですね、フィットネスクラブとかのねマシンは使わずにご自宅でやっていただいているトレーニングではすごくテクニックが必要になりますという形で、僕自身もコメントをさせていただきました。やる方法としてはこんな感じでいかがですかという形でご案内はしているんですけれども、イメージで言うと事前披露というような形でやっていただくのもいいかなと思います。これ僕が返信返したのはですね、そうですね、事前披露法ですね。例えばですね、胸のトレーニングをしっかりと腕立て伏せだったりとか行う、で行うことによって胸がすごく筋肉痛がパンパンにこう、疲労がたまりますよね。
でその上で筋肉をしっかりと使い切った上で初めてですね、そういう内側だったりとか外とかね、アンダーのラインとかに意識を持っていけるぐらい胸の筋肉のそういう細かい部分って比較的大きい部分に比べれば小さい場所なので、一番最初からノーダメージの状態で意識って持っていきにくいんですね。なので少しちょっとご自身の中で胸の筋肉を追い込んだ後に、あとはですねそこにこう意識を持っていくようなフォームで行っていくというような形で、ちょっと事前に疲労をさせて、その後にターゲットの筋肉を入れていくっていう方が、胸の内側とかにも効果があるんではないかなというふうに思います。自宅でやるにはですね、はい、例えばダンベルがあったりとかマシンがあればですね、思いっきりこう内側にこう絞っていけるような、まあ、そういう、 こうマシンを使ってしまえば、ダイレクトで入れていけますけれども、ご自身のその自宅でやるということに関して言うと、そんな感じでですね、事前に疲労させてから行っていくという方が、効果があるんではないかなというふうに思います。はい、そしていつもマシンに頼ってきたけど早くこれを見ればよかったです。しかしきついな、効果あり、すごく嬉しいです。この方名前僕と一緒ですね、達也ですね。ありがとうございます。フィットネスクラブにでマシンに頼ってきたってことなんですけれども、